今日はスパイ戦行くぜ。分かった、ソフト。戦争セット、レッツゴーオン。フィーバーバトンプランス。みんなこんにちは。ということで本日もやってまいりました、フルハラヤスイサ TV よー。今日紹介するのはですね、こちらバトルフィーバー J からバトルフランス、クラチ成光さんです。よろしくお願いします。よろしくどうぞ。いやー、よろしくお願いします。はい、いや、クラチさんがね、緊張しいって言うけど、俺の方が緊張してましたね。いやいや、そんなことない。僕ずっとさっきから緊張しっぱなしで、足はつるわさ、もうなんか手はもう こんなになってブルブル震えてるわ。どうしようかと思って。全然大丈夫です。緊張して頭はもう上に上がってるよ。逆立っちゃってますか。あ、そうそう、はい、これいつもです。これいつもです。あ、そうか、はい、いつもです。ありがとうございます。じゃあいい。はい、ということでですね、今日はもう3作目ですから、バトルフィーバー J といったらもう何年前ですか。45年ですよね。そう、45年前ですよ皆さん。45年前何してました。僕まだ生まれてないですけど。いや、生まれてますね。もうやってました、やってました。はい、志田恭介、あのガンガン美容師やってましたね。はい、ということで今日はそれこそもう昭和の特撮といってももう本当に過言ではない、それこそもうあの時の時代っていろんな今と全然違うこともたくさんあったりとか、はい、それこそ皆さん1万円札が聖徳太子の時代ですよ。それあれからなんか聖徳太子から福沢諭吉になって、うん、次渋沢栄一になるっていう、そうそう、これ3代をまたいでってなかなかすごいことですよね、本当にね。もう死んじゃうから。いや、死なないでください。いや、そうか。マーベル社と東映が業務提携した関係で、うん、マーベル社所有キャラクター使用を視野に入れた企画作品で、うん、これ課題はキャプテンジャパン、うん、じゃじゃーん。はい、これはでもこういう時に、ね、必要ですね、これね。はい、バトルフィーバー。あ、じゃあちょっと当時のクラシさんをちょっと皆さんに見てもらえますか。これです、はい、ドン。45年前。45年前、顔全然変わんないですね。はい、っていう感じなんですけれども、おー、いやでも本当月光仮面ちょっと似てるような。月光仮面ね、本当に。はい、まあ、今回ね、そのまずね、そのね、うん、バトルフランスにそのなった経緯だったりとか、はい、そもそもじゃあバトルフィーバー J ってどんな作品なのとか多分いろいろあると思うんですけど、はい、じゃあ僕が思うバトルフィーバー J、はい、ちょっとメモってきたんで言っていいですか。はい、お願いします。まずロボットが初登場したのがバトルフィーバー J かなっていう、これすごい大きいことですよね。はい、やっぱりこのウィーウィー出ちゃいましたね、これね。やっぱ出ちゃうんですね、これね。はい、やっぱり戦隊ものといったらロボットがやっぱり、ね、うん、花形というか、うん、もうこれがなんていうんですかね、僕たちのそのまあいわゆる礎なみたいな部分があるじゃないですか。はいはい、でもかっこいいですよね、バトルフィーバーのロボも。かっこいいですね。だちなみに皆さん知ってます？あれバトルフィーバーロボっていうんじゃなくて、あれ巨大ロボバトルフィーバーなんですよね。だから名前がバトルフィーバーだし、ね、皆さんもバトルフィーバーだし、もうよくわかんないと。わかんない。ね、本当にね。どっちもバトルフィーバーなんですよ。だでもバトルフィーバー J だから、まあ、そこはちょっとあれなんですかね。うん、はい、だから巨大ロボットこのバトルフィーバー、まあ、これが要はちょっと和な感じでね、あの刀とかも、ね、使ったりだとかして、で最後絶対クナイ2本投げてね、そこから最後ビシーって切って雷のエフェクト出てみたいな。いやあれかっこいいですよね。うん、ちなみにうちのエンジン大将軍って言って、はい、要はもう一個ロボットが、あるんですよ、はい、映画版の、はい、そっちも実は刀で兜がついてて、ちょっとだからなんか、ね、なんか系統としては似てるんですよ。似てるんだ。はい、だからバトルフィーバーのそのロボットを見た時に、うん、おー、ちょっとなんか似てる部分あるんです、すごい嬉しかったですね。うん、はい、でまあ一つがだからロボ初登場の作品、はい、そしてこれ巨大化するこの怪人が謎の兄弟性。そう、そう、これ意味がわからない。これどういうことなんですか、これ。僕に聞かれてもね、そあれは作家の問題。なんでだから毎回、うん、要はちっちゃい方がお兄ちゃんかお姉ちゃん でかくなった方が弟か妹なんですよね。そうそう、お妹よとかね、弟よとかってなってるね。何の前触れもなく急に兄弟が出てくるっていう、うん、びっくりしませんか皆さん。そう、そしてなんと僕たちが変身するときに使う要はヒーロースーツが、うん、なんと強化服という洋服のカテゴリーなんですよ。
そうだからクリーニング出すぐらいだ、ね、そうだから自分たちで着るんですよあれ。僕たちで変身したらね、光の粒子が集まってシュイーンってなるじゃないですか。くっつくってくっついてくっていうか、もう本当にそれが変身したらもう体に自動的にね、着るっていうんですけれども、うん、僕らってやったらこうやってちょっと終わり後ろ上げてくれるとかそうですよね。そのシーンはない、そのシーンはないんですけど、でもそういうことなんですよ要は。でバトルフィーバー最初にだからこれが君たちの強化服だって渡された時に俺たちが衣装合わせで見たまんま一緒衣装合わせだと思いましたもんあれあれこれ衣装合わせやってんのかな東映でみたいな。だからマスクとスーツがここに置いてあるみたいなので、あとは追加戦士がない。確かにね、はい、やっぱこれって僕たちからするとこれ大きな特徴だと思うんですよね、うん、もう僕たちそれこそ僕が見てた世代から、うん、追加戦士はもういたので、うん、それこそブライ僕の大好きな10レンジャーの、はいはい、ドラゴンレンジャーのブライがいたので、はい、そうやって考えたら追加戦士がいない戦隊っていうのは、うん、またこれ僕の中ですごい新しいなんか珍しいというか、うん、はい、っていうのがバトルフィーバーの特徴なのかなっていうのと、でもちょっと変わってますよ。そうですか、人はね。あ、そう、これ次よと思ったんですけど、あ、はい、どうぞ。そう、メンバーが交代劇がなんと2回、うん、あのね、皆さんね、僕のフラライセサ TV 見てらっしゃる方はね、バイオマンのね、回とかもね、見てらっしゃるとは思うんですけれども、ね、初代イエロー4がね、失踪したあの事件もあったと思うんですけれども、実はその前に、こちらでは失踪ではないんですけれども、バトルコサックと、アメリカの方がですね、交代していると。で、コサックに関しては死んでしまうというね、まあ、こともあったりとかしたんですけれども。もう一つあるんですよ。何ですか？エゴスの。それ言うんすかそれ。それ言っても大丈夫ですかそれ。これ大丈夫です。あ、本当ですか。うん。エゴスの方もね、実はね、そう交代しているという、うん。でもね、僕が見てたバトルフィーは、はい、U-NEXT で見たんですけども、はいはい、もう最初からあの方だったんで、多分撮り直してますよね。そうです、撮り直してますよ。ですよね。ただ、本放送に関しましては、もともとやってらっしゃった方が、うん、そう。ね。いや、だから1話から6話くらいまではやってたっていうふうに。で、途中で3話か4話ぐらいが、はいはい、ゲストで、はい、新しいヘッダーになる人がはい、はい、ゲストで いるのね、はい、その時はもうしょうがないから、前のヘッダーを出してやるっていうような。だから、ヘッダー同士の共演ってことですよね、これね。これだから、不可思議なことが起きてるんですよね、これね。はい、まあ、コサックに関しては、まあ女の子がね、いるんですけれども、うん、その女の子に血生臭いと、血の匂いがするって言われて、それで何回も手洗ったりとかして、うん、要はバトルコサックの強化服を置いていったんですよ。で、その強化服を置いていったがゆえに敵からの襲撃で生身の体で銃弾を受けてしまって死んでしまうっていう風なことになるんですけれども、あれはだからすごいね、なんか切なかったですよね。あの女の子のために、要は今日はバトルフィーバーとかそう戦えることとか忘れて女の子を湖で楽しませてあげようっていうその愛がゆえに死んでしまったっていう、だからタイトルも愛が絡んでる、そういったタイトルになりますね。そうね、はい、で、あの時は本当に伊藤がね、なんじゃこれはって言ったら、それはなんかの時間番組でなんじゃこれはっていうのと同じようにパクってるのかなっていうそれがありましたが、皆さんが気になっているのはですね、やはりバイオマンと同様、うん、バトルコサックと、うん、アメリカの交代劇なんですけれども、うん、はい、あれぶっちゃけなんで交代劇が起きたんですか。あれは交代劇はコサックの場合は結婚するっていうので、はい、白石の役の、はい、それはもう結婚するっていうので多分、はい、やめた。あ、結婚を機にやめたってことですか、うん、僕たち本当にテレ朝のアフタヌーンショーが取材に行ったんだ、でそのためにわざわざこうやってスーツ着て、はい、うん、顔だけ出して、うん、それはあれですか、撮影中にってことですか、バトルフィーバーの、うん、そうだ、マジっすか。まあ、バトルコサックは結婚を機にまあやめて、うん、だから結構円満ってことですか。だと思いますけどね。うん、ちなみにミスアメリカの方は、ミスアメリカはやっぱりね、日本語しか喋れなかったっていうのと、あれアフレコってじゃあ誰がやってたんですか。小牧理沙。あ、別の方。小牧理沙とほらピンクよ、ゴレンジャー、ゴレンジャーの、そう、彼女が最初スーツアクターもやってた。あれちょっと待ってください、あれその方って後で女優役出てくる
あれバトルフランスとめっちゃ絡んだ。そうそう。さゆり。そう。マジっすか。そうそう。あの方がやってたんですか。だから彼女があのバトルアメリカから変身すると、はい、ちょっと太ももがムチムチになっちゃう。っていうところがあって。あ、そうなんですか。うん、要は日本語が喋れないからやめたってことですか。多分ね、あのセリフも喋れなかったっていうか日本語でね、うん、っていうのもあったし、あの僕はちょっとこれ間違ったらあれだけど、なんか彼氏がいてね。はい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 。彼氏もなんか現場にも来てたみたいな。そうなんですか。なんか昭和の特撮っぽいですね。そういう話はちょいちょいありますよね。なんか昭和の特撮はね。まあでもあのすごく元気にしてくれればねいいなと思う。はい、ダイアンね。で、ダイアンでもすごい綺麗な方でね。そう。ね。ダイアンにしても、ハギナホンにしてもね。はいはいはい。もう今本当分かんないんですよ。いや、女性の場合はね。最近はもう会ってないですもんね。どこ行ってるか分かんない。そうなんだ。でもそうやって考えたら、忍者ブラックのケインさんは日本語全然喋れなかったけど、よくやりきりましたよね。ね。動けるからじゃないですかね。ああ、ね、確かに。それはあるかもしれないですね。一人だけ忍者ブラックって言ってましたもんね。そこはすごいですよ、ちょっと考えたらね、うん。だから今度ね、やすくん、今度あの、浅草に、はい、その、なんだっけ、牧上さん、はいはいはい、のお店があるの。あ、そうなんですか。そこ行ってみよう。行きたいです、ぜひ、ね。よろしくお願いします。ね。ちょっと楽しみが増えました。逆に倉地さんが思う、このバトルフィーバーって何か特徴とかありますか。芝居の部分を大事にして作ってたから、はい、なんかそういう意味ではすごく良かったな。ああ、なるほど。っていうのはあります、ね。ちょっとね、なんか刑事ドラマというか、その007というか、割となんかそういった部分が結構ね、あったかなっていうふうに。そんなとこまで行く。いやー、すごいな。思いますね。なるまでそもそもこれ、オーディションでした。あれね、僕ね、オーディションだった記憶はないんですよね。あ、そうなんですか。うん、なんか東映の本社に行ってくれって言われて、新堀と、はい、僕のバトル反省やった、はい、橋本さんがいたの、はい、エレベーターのところがあって、はい、僕は知らないから、スーッて行ったら怖い顔してるな、二人とも。いやいや、新堀さんめっちゃ怖いされたわ。なんだろうと思ってさ、あとあと聞いたらね、その、スーツアクターの方だ。はいはい。え、オーディション受けてないんですか、じゃあ。多分、オーディションなかったような気がするんですよ、僕の記憶では。え、じゃあどうやって急にバトルフランスに事務所から言われたってことですか。うん、だからね、僕の記憶はちょっと曖昧なのかもしれないし、はいはい、その前にスパイダーマンっていうので、はい。え、出てたんですか。はい、スパイダーマンで、あの、野口元夫さんってね、日本橋のお寿司屋さんがいるんですけど、はいはい、その方が僕のお父さん役で、僕は暴走族のやつで、そうしたらね、あとから行くと谷岡、あのジャパンをやって、はい、谷岡も、はいはい、そのスパイダーマンに出てる。あ、じゃあスパイダーマンから結構選ばれてるんですよ。そしたらひょっとしたらね、そういうのってあるのかなって思ったり。しかもスパイダーマンって皆さん知ってます？これロボット出てくるんですよ、これまたスパイダーマンも。そうですね。そうですよね。スパイダーマンにロボット出てくるのって日本だけですよね、これね。そう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 。ね、うん、そう。え、もしかしてその流れでロボットが出てるみたいなのありますか、これ。どうでしょう、それは僕は分かんない。ね、うん、でもバトルフィーバーの前がスパイダーマンですもんね。そうそう。だからワンチャンそこありますよね、可能性としてはね、うんうんうん。あ、これロボットいけるぞみたいな。しかもマーベルの、ね、作品だからね。そうですよね。はい、じゃあ当時はだからオーディションじゃないっていうことなんですよね。そうです、多分そうだと思います。もしあのお若いになる方がいたら、あれはオーディションだったよっていう方がいらっしゃれば教えてください。、はい、バトルフィーバーってまず名前が来た時ってどういうふうに思いました、はい、フィーバーってこれだねって思って、ちょっとトラボルタの、そうですよね、サラリーマンナイトフィーバー、サタデーナイト、ごめんなさい、サラリーマンナイトフィーバー僕の舞台でした。サタデーナイトフィーバーですね。はいはい、そうそう、そこから撮ってね、はいはい、で僕たち本当に一応踊りがメインになるから、昔の日劇の一番上に稽古場があるんです、はいはいはい、そこで僕なんかはスパニッシュダンス、はい、でコサックはその何あのコサックダンス、でケンちゃんはあの何かあのアフリカのなんかそういう踊りとかで、はいはい、でミスアメリカは、まあ、あの
55とかなんかストーリー書いてある ね、うん、ありますけどね、うん、谷岡でジャパンだからおおって言ってればいいような感じになるね。いやこれね、でもねすごい不思議なこと聞いていいですか、うん、これ、うん、バトルジャパン、バトルフランス、うん、バトルケニアでミスアメリカね、これまあミスアメリカに関してはまあ女の子だからいいかなと思うんですけど、うんうんうん、なんでバトルロシアとかバトルソビエトじゃなくてバトルコサクなんですか。なんでだろうね。あれはやっぱりあの踊りから来てるコサクダンスっていうのがあるから。ああ。本当にもうものすごくこう低いところでこうやって足上げたりして。いやだけど大変そうでしたねスーツアクターの方もね。足ずっと回してますもんねこうやってね。あれはこがっていう人がやったんだけど。いや。大変だ。僕ね一回だけあのバトルコサック あの足回してるやつ見たことあるんですけども、うん、それはゴーカイジャーで、うん、要はあのピンクがバトルコサックにゴーカイチェンジした回があって、それであれをハチスカカさんが多分こうやって足回したりとかしてたんだけど、うん、これきついって言ってましたもん確か、うん、大変そうでしたもんね。コカさんっていうのは、ね、スパイダーマンをやってて、うーん、の中に入ってて。あ、そうなんですか、うん、なるほどね。で実際にマスク来るじゃないですか、うん、ちょっと僕、あ、月光仮面味があるなってちょっと思ったんですけども、うんうんうん、どう思いました、もらった時。マスクはね、でもあの最初ね、結構いろいろ目のところが変わってしたんだよね。あ、そうなんですか、うん、え、全然気づかなかった。お面つけると、ちょっと顔が大きいんで、この辺まで閉まらない。あ、出ちゃうんですか。そうそうそう。そう、でも自分で着ることもでもあったじゃないですか、ね、特に最初なんて顔だけ出してね、うんうん、自分で着てたりとかしたり、あれぐらいはほらできるでしょ、はい、ほら後ろちょっと上げてくれる服ですもんね、あれね。そう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 。ですよね。でも実際自分のその見た時かっこいいなと思ったんですか、マスク。まあちょっとねやってるやんね。あ、やっぱそうですよね、うん、いやでもバトルフランスの見た目というか、うん、僕すごい好きですね。なんか洗練されてますし、うん、ちょっと、うん、月光仮面じゃないですか、あれも。そう、確かにね。ね、若干似てますし、うん、はい。だからすごい思いましたけれども。で、どうですか実際、当時の、はい、要はメンバーだったりだとか、はい、関係性だったりだとかってどうでしたか、当時。当時はもう本当にみんないい感じでね、もう今本当にバラバラで、東千代之助さんと、はい、お二人のオープンセットのシーンで、はい、はい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 、前の日え、そうなんですか。はい、レッドの伝とかは谷庵はね、もうこれ終わってから、あのバトル終わってから、ね、はい、ちょこっと怒られました。ちょっと個人的に個人的に怒られた。どういうふうに怒られたんですか。京都の撮影所だったら、俺若狭湾に本当にスマッピーだ。浮いてるよ。今回の動画は、なべさんの提供でお送りいたしました。ご支援いただき、ありがとうございます。チャンネル登録、そして高評価の方、よろしくお願いします。